体感ゲームのスタッフが作った。だからどうしたのノリ。全体的な完成度は認めるが、 RPG の中核である戦闘シーンが淡白で面白みに欠ける。名前で売るのはやめてほしい。 3D も雑。出来はいいんだろうけど、パソコン版にハマってる私としてはゲロゲロに思える。パソコン版を持ってる人は買う必要はないでしょう。機会があれば徹底的にけなしてみたいと思う。このゲームは買っても損するだけだと思う。だってコムが強すぎるんだもの。ということで、禁断の横綱技をお教えしよう。ダッキングして相手に近づき、くっついて連射しまくろう。そもそも、このゲームを移植する理由がわからない。ビデオゲーム版も、それほど人気があったわけではないのに。移植の出来はいいが、面白いかどうかは、別問題。タイトーの MD 戦略を疑いたくなる。最近、どこのメーカーもシューティングゲームを作るのが上手くなった。それなのに、この出来はないでしょう。ラインスクロールや高速スクロールがあれば、それでユーザーが満足すると思ったら大間違い。
見た目がなんとなく懐かしいゲームの感じがしてちょっと引きつけられたけど、ゲーム自体は普通の出来。それにしても一体ナムコはいつまでこうした B 級作品を出し続けるつもりなのだろうか。セガのビデオゲームの移植は真剣さがない。オリジナルのいいところが全然再現されてないからだ。開発スタッフはもっとオリジナル版で遊んでもらいたい。この調子じゃ今後の移植も期待できないな。なんか、すごく変なゲームだ。ゴルフゲームにアドベンチャーをつけるというアイデアは、まあいいとしても、肝心のゴルフゲームの部分も不満が残る。また一つ、セガに対策が増えたな、という感じがする。4メガを使ったグラフィックはさすがだが、そのおかげで敵のバリエーションがとっても貧弱。グラフィック集のおまけにゲームがついているんじゃないのだから、もっとシステムに気合を入れてほしい。リアルタイム性やアクション要素を各所に散りばめ、従来のものと区別しようとしている意気込みはわかるが、どうもちぐはぐしている。この程度の出来では、知名度だけで売ろうとしてると疑いたくなるな。
はっきり言って、スピード感は PC エンジン版の方が断然いい。スーパーなくせに、相棒との喋りも一切ないし、フェラーリ風の車も、紙切れの張りぼたのように情けない。これでまた、紙切れみたいな波に車が沈められた日には、憤りこの上ない。おこ。キャラクターのアニメパターンが少なすぎて、まるで紙人形が動いているように見える。必殺技も、あまりにも簡単に出せてしまうし、与えるダメージも大きくないので、まるでありがたみがない。ほとんど、スト2の幼児向け版だが、変化も乏しく、寂しいぜ。魔法を使って、その効果が出るまでに、ちょっとした間がある。その時に、なんだか息が詰まりそうになるのが、このゲームの醍醐味だ。合体魔法には、笑わせてもらった。二人が互いを見つめ合って、うんうんする様は、間抜けでいいぜ。みんなで、うんうんしてやろう。メガドラ、久々の問題作。原作を無視した、あまりのバカさ加減は、笑いを通り越して呆れてしまう。相撲をテーマにした格闘ゲームというアイデアは許せるが、格闘者としてのバランスはめちゃくちゃ。ちょっと遊んで笑うにはいいが、買うのは、画面の雰囲気はファミコン風でヤバい。いかにもパーツをはめました敵のスカスカしたグラフィック。エリアが変わると味方が一撃で倒されてしまうほど敵が強くなるというデジタルなバランスなどはまるで5年前のゲームのようだ。序盤の展開も陳腐で残念。
期待してた人も多いだろうけど、これはって出来だな。アドベンチャー部分は初期のファミコンゲーム並みだし、敵もナスやら化け猫やらで魅力がない。16メガの割に2時間ほどで終わっちゃう内容もひどいな。値段も高いんじゃない？ギャグ満載のコミカルアドベンチャーを目指したんだろうけど、会話のテンポが悪く、どれもしらけてて笑えない。メガドラ初期に、おそ松くんがあるだけに、今さら赤塚キャラを使うのも辛いでしょう。最後の謎解きもひどいし、全体的に辛すぎ。ライ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 。拡大縮小、デカキャラ、滑らかな動きと 32X のパワーをまさに無駄にしている感じ、かっこ笑い。特に画面手前へのパンチの拡大などは全く無意味だし、技が少なく大味なのが何より難点。キャラが女の子だとちょっとエッチな気がするのは気のせいかな。って一本だ。長い間期待させといた割にかなりヘボい出来。キャラの大きさや動きはそれなりに近いのだが、やっぱり当たり判定が違っていたり、動画枚数が少なかったりしてがっかりするぞ。その代わり BGM はそのまんまそっくりだ。 CD だから当たり前だけどな。やはりイマイチだぜ。ゴリラみてえなキャラが弾をバンバン撃って広いマップをうろうろしつつボスと戦う。映画の迫力なんか全くねえ。ビジュアルを入れただけじゃごまかしにもならんぞ。ストーリーも映画と違うし、手話基地を求めてこのゲームを遊ぶには苦しすぎる。一昔前の代物。
写真を見ればわかるだろうが、トメイは迫力ある。だが、見た目は良くても、動きが単調、BGM はない、これが海外のノリなのか？高い金払って輸入版買ったやつは、結構後悔してるかも。もっと他に移植してほしいものあるのにな。ここまで来ると逆に笑えるな。